はい、皆さんお待たせいたしました。19時になりました。これよりクリスマスライブを開催したいと思います。皆さん、クリスマスライブちょっと24日からしたら逆算して5日早いですけれども、クリスマスライブということでぜひお楽しみください。それではスタートいたします。皆さんメリークリスマス。メリークリスマス。ありがとうございます。まだ来てませんけどね。はい。まあね、本日クリスマスイベント、クリスマスライブということで、はい、このマスター、あ、マスターズカフェちゃんは、あ、カフェね、バッハツリー様にね、今日はね、ライブをやらさせていただきます。はい。そして、ここでね、今日は借りてるんですけども、私ら、泉の国放送局というところで、まあ、一緒にやってるんですけども、泉の国放送局というのを聞いたことがあるという方、あるという方、あ、やったやったやったあ、やったあ、あ、あ、ありがとうございます。皆さん、なんていう、もう心の優しい方、もう感動しました。はい。まあ、本当にね、言葉が詰まっておりますけども、今日ね、クリスマスライブ、ちょっと僕ね、初司会なんで、初 MC なんで、はい、緊張しておりますが、頑張りますので、よろしくお願いしますね。よろしくお願いします。そして、今日の司会の進行、はい。はい、なんと泉の国放送局の所属、はい、チーフディレクター、そして青春派の中井潮之。はい、青春派ですか。青春派と、はい、ブログ DJ まさきさんがお送りいたします。止まってるかな。はい、私らの芸名がブログ DJ まさきという感じでついておりますが、特に意味はございません。FM802 の真似事で DJ をしておるだけです。そして私はね、なんでこのようなことをしておりますか、しておるかと言いますと、普段はね、会社員をしているんですが、休日とかを使っていろんなドラマとか映画のエキストラを行ったりしまして、最近では有名な松山ケンイチさん、菊池リングさんの主役のノルウェーの森にご来駅で行ってますんで、で、まあ、ご来駅のメンバーから聞いた子によると、あなたの出てるところはカットされてますと言われて、ダメじゃないこれ見に行ってもなみたいな思いながらやらさせてもらってます。まあ、この方はね、もうこの方ってね、中に連れ込んですけど、普段は普通に会社員で、はい、ね、だから別に会社員ではお金ありませんかったね、普通の人ですね。はい、まあ、ね、で、僕はね、脚本とか監督とか手掛けてまして、で、また今月から一つドラマをね、撮るんですけど、それで彼をちょっと主役で今回やらせてもらいますんで、頑張ります。はい、こんな余談をさておいて、はい、まあ、ほんまに今日のクリスマスイベントを皆さんで楽しみたいと思います。はい、なんか横で今ちょっと早い言われて、僕もちょっと緊張しておりますので、分かっております。何を喋ったりか分からないんです。はい、この放送中です。あ、すいません、申し訳ございません。続けさせていただきます。はい、まあね、泉の国放送局は僕がやってるのは、商品紹介、ドラマ、あとは、彼、横に行ってるんですけど、R2 で謝罪動画などをやってますので、一度、Yahoo ブログで、
泉の国放送局と検索して一度皆さん調べてください。そして今日のクリスマスライブ模様も12月24日のクリスマスイブになんと掲載いたします。おしかも皆さんここは驚きですよ、はい、なんと YouTube とかではございません。なんかフジテレビ系列の Watch Me テレビというところに彼が審査を通してバンバンかけますんで、あの誰かもしかしたら顔が「あ私映った!」とかいうのがあるかもしれないんでね、はい、第2のインターネット第2のメディアとして取り上げられている「あのワッチミテレビ」というところで掲載しますんで、はい、皆さんどうかよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ僕の話がこんだけ長く続いてもしゃあないんで、うん、それは言ってます。まあ、さておいてね、はい、まあ、それでは今日はね、ゲストでね、はい、シンガーソングライターの、まあ、言うてないな、シンガーソングライターかの、まあ、形成人さんという方が今日ゲストで来られてますんで、はい、その方をね、来ていただきたいと思いますので、皆様、クリスマスライブ、どうかお楽しみください。では、本日のメインである形成人さんに登場してもらいましょう。形成人さん、お願いします。どうも、こんにちは、形成人さん。形成人さんはね、先ほど紹介しました泉の国放送局のエンディングテーマを歌ってくれている方でして、歌、非常にうまいですよね。CD の方も出しておりまして、マスターに言ってもらえれば、手が入るという。手が入ってもらえれば本人も喜んでくれる。ぜひ皆さん本日のライブを聞いてよかったな、嬉しかったなと思ったらぜひ買っていってあげてください。それでは形成人さん、よろしくお願いします。いいですか。それとね、もう一つだけ皆さんにお願いがあります。僕たちが司会進行している時は、はい、お願いがあるんです。何かを食べててください。あ、理由があります。何ですか。笑っているように見えますんでお願いしますね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それで皆様、はじめまして。英語の形、もう一声漢字の星、そしてもう一声漢字の人と書きまして、3文字で、形成人という名前で、私、宇宙人をやらせていただきながらですね、日々地球侵略に勤しむ限りなんでございますけれども、今日はほんの少しでも皆様の心を侵略させていただければと思います。ちょっと心のお隙間いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
というわけで、まず一曲聴いていただければと思います。フリーメーサーという曲を。空目指して飛び立とう。
Thank you.
私です。
ですね、御年といっても、まああの宇宙の年齢をですね、こちら地球の方に置き換えまして計算した結果ですね、29歳になるんですけれども、ね、見えないですか、どっちに見えますよ、上、あ、ありがとうございます。ね、これ上に見えたらどうしようかなと思って、はい、ひょっとしたらね、私の計算間違いかもしれないという可能性もあるんですけれども、ね、結構あのサボ読んでる、サボ読んでるとすごい言われることがあります。私、アーティストですね、もう亡くなられたんですけども、村下幸三さんというアーティストがすごい大好きで、その方の曲をいろいろ本当に名曲揃いでいっぱい聴かせてもらって、アルバムも全部揃えたぐらいなんですけども、その中から、カバー曲1曲歌わせていただきたいと思います。一番も分かりやすいメジャーなところで初恋聴いてください。Thank you.
曲で9曲ですけども、カバー曲を、聴いていただきました。とりあえず、今回前半3曲、まだ後半の方も少しだけお邪魔させていただくんですけれども、とりあえず前半この3曲で、一旦失礼をしたいと思います。また、英語の K 漢字の星、漢字の人と書きまして、K 誠司と申します。どうぞまたよろしくお願いします。ありがとうございました。ここで慶成人さんには一旦休憩してもらって、はい、そうですね、そろそろ出てきたんじゃないですかね。いや、緊張のあまり息が張ってて、さあ、試食コーナーに行っていきたいと思います。さあ、ってことはあれか、はい、試食するとか、いつも水飲むことやってるから、中西君、はい、あなたがしてくれってこと、いいえ、じゃあ、拍手お願いします。僕じゃないですよ。あなたがメインでしょ。機械のメインのあなたが強いんです。僕は機械をサブですので、皆さん拍手。よう考えてや、はい、お店の試食やで、はい、これど素人やで、はい、しかもさ、今日公開収録で、はい、お客さんもね、はい、俺どうすんの。頑張るしかないでしょ。頑張れ。皆さん、すいません、僕、素人なんで、今から試食紹介をしますけど、はい、くれぐれもヤジは飛ばさないようにお願いいたします。飛ばしちゃってください。はい、それでは準備しましょう。はい。はい。しばしちょっと準備をします。ハハハハ。
争いをすると。ああ、きついな。どういうこと？え、いやいやいや。じゃあいただきます。はい。いただきます。そうそう。はい。団長はベッカムがハマってるからね。おお。団長を見たらベッカムになってる。ベッカムよりバッカム。ってことはめちゃめちゃハンサムになってるぞ。無理やろ。そんな、あの、バッ、あの、言うときはな、自分でマイク受け。わかりました。はい。おいしいセリフ飛んちゃう。はい。すいません。それではいただきます。どうぞ。いやこれほんまに緊張するわ。はよしや。いいこと言いました。はよしてください。みんな見てますよ。時間はあるよね。ありますけど。わあすごい。でも、あ、おいしそう。はい。でも今いい痙攣してます。なんでですか？で緊張で。あ、いいねこれ。あ、なんかあれな、よくテレビ番組でこういうの見るけど。これ全部作って言えるの？え？ぶっかけた方がおいしいよ。そうです、今言ってくれました。あ、食べたことないじゃん。でもすごい匂いが、うんうん、あ、匂いめっちゃいい。どんな匂いですか？え、どんな匂いですか？カレーの匂い。カレーの匂いですか？カレーですよ。カレーですね。ね。もうちょっと向こう行かない。悲しいな。はい、ごめんなさい。いただきます。はい、白いから初めて飲んでるわ。弱、いただきます。はい、あかん、あかん、あかん。どういう、いや、ほんまあかん、これ、うん、ほっぺた落ちる。だからない。これだけか。あの、皆さん、お手柄かに。おいしいよ、これ。こういうキャラクターなんで、どうぞ、こんなに飲んだから。あの、なんて読めよ。あのね、これ、あ、びっくりしたけど、これ、あれやね。なんか、お肉だそうですって言ってはんねん。これだけじゃなしに、お肉はいっぱいやっぱり、白いのカレーなんか分かってはんねん。だから、うん、僕、最初食べて分からなかったけど、うん、ご飯食べながらも、うん、で、白いカレーやから、白いのはやっぱりこれクリームなのかな。その味もするし、で、お肉の味もするし、俗に言うコンビネーションに、すごい味が、こう、ふわーっと。で、一番最後にやっぱり忘れていけば、うん、ダチョウのお肉の味がふわっと入って、ダチョウ食ってないって。あ、そうなの。はい、あ、美味しいな、ほんまこれ。じゃあメインである、はい、あの白いカレーの中にはダチョウのお肉は入ってません。あっと、ボロが出てしまいましたね。カレーじゃない。どういったことをしてくれるんでしょうか。お肉いこう。あの、皆さん一つだけ、はい、私あんまりいじられ慣れてないので、いじれと聞きましたが、え、いじれと聞きましたが、いじってあげてください。うちの事務局長の言うこと聞いちゃいけない。いや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 。いやでも料理いじれると。あー、どうですか。注目の結果は CM の後。ナイスね。ベッカムやってるか。え、これほんまにダチョウの肉？これダチョウや。なダチョウの肉ってほんま美味しいです。いや、ほぼ俺も食べた。マジでうまい。めちゃめちゃうまい。あ、ごめんなさい。え、ダチョウの肉ってほんま美味しいんですか？すごい。なんていうの？めちゃめちゃヘルシーよ、これ。うん。美味しい。ほんまいわ。ええ感じやね。食べてみる。皆さん、うちの中西くんの綺麗なこと言わんで、言っても聞いたくないですか。綺麗なこと言わんで。あ、言葉がなかったみたいな。まあ、いっぺん食べてみよう。いっぺん食べてみよう。おやおや、クリームカレーみたいな感じですね。うん、美味しいです。全然美味しいです。いけますね。お土産に買って帰りますよ。絶対ね。ちょっと買っていくよ。最低10個や。3つね。最低10個やで。1個520万円で。最低10個やで。3つです。最低10個やで。3つ行ってます。皆さん、聞きました。今3つ行きましたね。3つ買って帰りますよ、僕は。1つお買い上げありがとうございます。はーい、買います。おばあちゃんに持って帰ります。で、おばあちゃんに2000円ぐらいもらいます。やった、あんた。おばあちゃん、お土産やで、言うて。あ、今回やるわ。ありがとう。やるほんまに。とかですね。
ね。でもほんまヘルシーやな、美味しいわ。はい、どうも。でもあの、はい、一緒なんですよね。あの、これ、あの、何か。お肉食べて、お食。お肉でもほんまに美味しいよ。美味しかったら全部食べて。わあ、いいこと言いましたね。全部食べてもらいましょう。全部食べてもらって、こっちも全部食べてもらいましょう。ダイエットに最適ですから。ですよね。じゃあ、もったいないですけども、これは後でちゃんときっちり食べてもらうということで、ケイさん、僕の前でやった部分、カット。全部乗せるから。え？全部24日乗せるから。カット。おいしい。ってことはこれも一気にいった方がいい。一気にいきましょう。ダダーッと。おー。かけ方だけは上手くなりました。待って、かけ方だけで僕今までかけたことないけど、あなたの前で。さっきかけて。あ、2回で。2回で。いや、嬉しいな、これ。だろ？よし。うん。ごめんな、ちょっと下がった。なんで俺こんな夜付き合いねえ。おいしいよ、これ。今日は紅白からですね。ちょっと待って、マイク持ってる以上、あなたも司会ですから、誰か声出なさい。わかりました。はい、彼はよく試食しているんですけども、はい、まあ、マーナー、まあ、コメントしか忘れなくて困っているんですけども、はい、まあ、今日も案の定、まあ、こんなもんかっていう程度なので、皆さん、あまりこう大きな心を持って見てあげてください。はい、なんか今日や優しいな。うん。なんで？まあ、まあ、しょうがないかなっていう、優しさに感じました。じゃあ、いただきます。はい、食べてください。マスターが一生懸命作ってくれた白いカレーですので。失礼しました。ママが作ってくれた。これちょっと先気づかなかったけど、あのね、ちょい辛ピリピリ出てて、辛いのめっちゃ大好きやから、でもあんまり辛いのはあかんけど、あんまり辛すぎてこれ、ちょうどいい辛さっていうことですね。ちょうどいい発酵の味だぜ。ああ、うまいこと言いますね。ちょっぴり辛い発酵の味。僕の発酵は、どんな彼これ、もう29年前知らんがな生まれてませんや。いや、じゃあ29年前おぎゃーと生まれた時の人が僕の初恋の人や。え？お母さん、お母さん、初恋、お母さん初恋終わり。ママ、マザコン、マザコン、マザコン。あ、でもあれやで、男ってみんなお母さん好きでおかしくないよ。え、そうなんですか。ちょっと聞いてみましょうか。すみません、お母さんは好きですか。はい、あー、ありがとうございます。あんまり、そうですね、お母さん大切ですからね、いつも大変大変してくれますけど、ちょっとやかましい時もありますけど、では、はい、お母さんは大好きですか。はい、あー、素晴らしいですね。やっぱりお母さん、お父さんあっての我々ですからね、親孝行しましょう。違うやん。え？違うやん。なんか？奥さんを愛してます。失礼しました。失礼しました。どこへ振ってくるの？奥さんは地球上の誰よりも愛してますか？愛してますよ。おお、やっぱりそうですよね。奥さん大好きですからね。ところで、まさきくんは、はい、彼女は。当たり前じゃないですか。おー、熱いですね。そんな彼女に一言メッセージをいただけますかね。え？はい、はい、大好きですはい、それだけ。はい、それだけ。なんかもう一言欲しいですよね。もうありつかれた言葉ではなんか足りないので。あんた今カメラ後ろ向けた？カメラ向いてました。え、何？なんかあるでしょ、なんか普段からしてもらって、だからここでなんか気持ちを伝えておかなければいけないこととか。クリスマスですし、なんやろ、まあ、ここで生きてて皆さん僕がどんな人か、まあ、まず知らないと思うんですけど、ええ、まあ、僕みたいなものと付き合っていただいて、うん、そして奥さんにはあってもいいよというふうなことを言っていただいて。おお、嬉しいですね。それは僕そんなこと言ってもらったこと
だ。ここ全部カットだ。いやいや。全カット。ダメダメ。いやいや。カット。いやいや。あのなんでかって後ろに今聞いてるからさ。あ、カーノさんでしたか。ああ。カーノさん聞きたいんですけど、マイクはこれ届かないかもしれないので、ちょっとやめておきます。ああ、もういいだよ。あ、でもあれの部屋戻るけど、家内にんけど、その中にも甘さも入ってるのにすごい。で、醤油からが来るけど、あと家内の来る甘さで、その家内のがちょっと消えるから、家内の苦手っていうとこれは絶対に大丈夫。ああ、それは全部食べれる。食べれる。僕が 300% 保証する。300% ってまた変な数字ですね。まさに。あ、なるほど。色だね。優しいですね、ほんまに。俺ちょっと今、あのさっき心が折れそうになったけど、ちょっと戻ってきた。よかった。はい。え、まだ続けるのこれ。もうそろそろおしまいにして、次のステージに行きましょうか。あ、ほんま？はい。もう彼もちょっとやばい感じが見えない。それじゃあちょっとこれは後で辻野さんに食べてもらうこととして。あの、ごめん。え、ブログ DJ ですか？失礼しました。ブログ DJ、マリさんに。もらうということでして、これをもう撤退してもらいまして、次のステージに行きましょう。待てます。しばらくお待ちください。しばらくお待ちください。わかりました。ほな、これ椅子ほな任せます。それ椅子運び MG 作業。パーセントだ。そうですね。まあ宇宙戦艦ヤマトももう切ってしまいましたけども。どんな話だったのか僕も気になります。そして今は全然関係ない話をしてしまってめちゃくちゃテンパってきます。さあ彼らが戻ってくるまで僕はどうしたらいいんでしょうか。クリスマスは何に行って過ごされますか。クリスマスはバイトに行ってる彼女を迎えに行って帰ります。まっすぐ帰るんだ。まっすぐ帰ります。まっすぐ帰ります。デートないんですよ。実な話あんまり5月まで忙しいから待ってくれと待ってくれと言われる。それちょっと喧嘩してしまいましたけど、怪しく怪しく怪しくやめてくださいよ。こんなこと言わないでください。こんなこと言わないでください。プレゼント攻撃でしょ。プレゼント、そうですね、それを考えてるんですけど、ちょっと何かいいプレゼントとかありますかね、女性としたら。はあ、花ああいいですね。これいいんですか。いや、ダメですよ。あ、でしょ。自分で買いますよ。これは自分で作りました。あ、すごいですね。はい、はい、もう終わり終わりと言われてるので終わります。じゃあ、はい、なんだよ、あんたいつまで喋ってんの。ずっと喋るよ。じゃあ、ね、ゲストは形成人だ。来てもらいましょう。呼びましょうか。呼ぶか。いや、呼んでよ。え、俺ら呼ぶか。呼ぶ。あ、一緒に呼ぶか。はい。何、こう、手伝いながら呼ぶ。気持ち悪いわ。オッケー、呼んで。じゃあ、せーので。はい、行くよ。はい、せーの、ケーセージー。くだんがるやろ。お願いします。お願いします。続けて、改めまして、英語の K、漢字の文字、漢字の人と書きまして、K 先生と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まず先生め、お見かけしない方も、増えたようですので、もう改めて、自己紹介からさせていただいたんですけれども、見ての通りですね、宇宙人をさせていただきながら、日々、侵略活動に勤しんでいる限りでございます。よろしければとりあえず、この形成人という分かりやすい名前だけでも覚えて帰っていただければと思います。そして、2ステージ目も、やってみたいと思います。テーマの合図でなりたいと思います。もう1ステージ目の方は、要領もお分かりかと思いますので、ぜひ、ご一緒によろしくお願いしたいと思います。ちなみに、上がる方は、基本的に左です、ね。左側を上げると覚えて帰っていただければ、ね、相手から見て、K と見えればいいということでよろしくお願いしたいと思います。それでは、またまいりたいと思います。せーのの合図でいきたいと思います。
せーのと言ったらやろうと思いますので、どうぞよろしくお願いいたしますね。はい、ありがとうございます。誠に申し訳ございません。ありがとうございます。ね、これ誰も反応しなかったら、それは単にあれみたいな感じになってしまうので、はい、それでは改めていきたいと思います。せーの、ケイ。ありがとうございます。そう、なかなか難しいですよ。はい、体のバランスで、食生活と睡眠時間とお酒の量をね、はい、ちょっと確認していただきまして、ね、体のバランスが崩れてると30秒続かない可能性がありますので、よろしければ健康のバロメーター代わりに、ね、毎日お風呂に入る前にやっていただければと思います。よろしくお願いしたいと思いますけれども、というわけで、改めまして、喋っていてばっかりもなんなので、また歌の方を歌わせていただこうかと思うんですけれども、また、皆様の声をちょっと拝借できればと思います。Let's go.
が開きよろ。
大丈夫ですか、右左の動きになってまいりますので、まあ、世代にもよりますけれども、ね、裏リウスで、ね、オプションがぶわっとつくような形と、ね、言って分かる方はなかなかいらっしゃらないと思うんですけれども、そのアクションを、大丈夫でしょうか、よろしければ繰り返してみたいと思います、見てみましょう、1、ありがとうございます、2、で3、5 実際にはね、実際にはそんなに早く動かなくても大丈夫です。このすごい速いですね、なんか弾道が見えてますけど、そう、あのね、これ予想以上に息が切れます。あの本気で踊ると私もバランス考えないとね、あの本気で踊ると全然ハーハー言いながら歌ってることになるんですけども、あとはですね、他にもいろんな動きがあるんですけれども、それはおいおい見ながら覚えていただいてですね、できれば最後、一緒に楽しんで盛り上がっていただければと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。それでは参りましょう。セリガン聴いてください。お願いします。ちなみに、残ったら数チェックでいきましょう。今日も暇がなかったら自分に言い聞かせ、七色の未来夢見てる、別に動きもせずに全てこなしてるつもり、これ以上ないのに心の奥目の手伝い重いその愛愛愛愛天に夜道もひと生きて、その愛愛愛愛海や山じゃ魔物をつぶせく、その愛愛愛愛明日も未来も何もかも、その目の先を全て見通すという、いきます、一から行きましょう。千里眼目もあるまいし、そんな遠くで何が見たいの、そらしても目に映るのは夢と違う虚しいリアル。千里眼目もあるまいし、痛いものがあるわらずの足で憎しみの空に立つ空へ、さあ一歩踏み出しな、こんな感じでいきたいと思いますので、まだまだ続いてまいります。よろしくお願いしたいと思います。まだまだチャンスもあります。どうぞよろしくお願いします。痛い日々続いて遠く空眺めて、二日目の森に泳がせて、飼いならしている人、何でも天気がないほど眠れもないほどもそれだけを持ってたなんて思うばかりで、やっぱりその愛愛愛愛壁を障子を通り抜け、その愛愛愛愛好きな言葉に流されず、この愛愛愛愛心の中の何もかもこのように潜む全てに通すという、今一緒だ。天に関連はあるまいし、どんな遠くで何が知りたいの、どうしても目に映るのは夢と違う切ないリアル、どうしても迷わないまいし、どんな遠くで何が知りたいの、日の遠に立つ空へ、さあ一歩踏み出しな。まだまだ熱い会社がまだありますので、よろしくお願いします。
から来たが立ち合いを恐れることはない。ごめんなさい。結果を誰かは言う、嘘がもっとだと思う。でも憎めない姿に切り締め、その一本踏み出す時さあ
悪いイメージとかをいただられる事件がいろいろありましてですね、ちょっと活動をお休みさせていただいてたんですけれども、その12月23日をもって、新年活動解禁という形で、ちょっとしたイベントをさせていただく予定をしています。12月23日木曜日、天皇誕生日のお休みで、天皇の誕生でもなく、そして24日のキリストの誕生よりも早く、京成人が、誕生する、復活するということでですね、よろしければ、デトにあります大阪市平野区デトにありますパンチホールというライブハウスでやらせていただきます。もしよろしかったら、お越しいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。今日はありがとうございました。今見てはる皆さん方に、ちょっと私ども泉の国放送局からクリスマスプレゼントをご用意しておりますので、はい、ぜひ、ちょっと全員がちょっといくかわからないんですけども、行くように頑張りますので、はい、行くそうです、すみません。京成人様です。はい、はい、